中国旅行生活に便利なアプリ。今日は私が携帯電話やパソコンで使っている、中国で生活するもしくは旅行に来た時にですね、便利なアプリを紹介したいと思います。まず中国なんですけども、皆さんのご存知の通り、中国では海外のインターネットのサービスがほとんど使えません。接続できないようになっています。例えば Google、YouTube、Facebook、Instagram、WhatsApp、LINE、Yahoo 検索、Bloomberg、ニューヨークタイムス、まあその他日本の産経新聞とか日経新聞にも接続ができないようになっています。ですので、中国国内で海外のニュースを見るには、この後ちょっと説明する VPN っていうサービスを使うしかないです。また中国の中でですね、インターネットを見たりするのは、やっぱり中国独自のインターネットサービスを使った方が便利です。今日は私が使っている中国独自のインターネットのサービスをこれから紹介していきたいと思います。まず一つ目がテンセントがやっている WeChat というサービスですね。中国語では WeChat というんですけども、これはどのようなサービスかというと、まあ LINE のようなサービスですね。文字でですね、人との交流をするメッセンジャーアプリです。で、これは中国では皆さんプライベートでも仕事でもバンバン使っています。まあ仕事だから WeChat でやらないとかそういうことではなくて、もう本当仕事でもプライベートでもですね、同じアカウントでみんなバンバンやってます。そしてこの WeChat には Instagram のように写真を投稿する Moment という機能がありまして、皆さんですね、自分の写真とか日記とか自分のペットとかですね、こんなもの食べたよとかバンバンアップしています。まあ、LINE でもこういう機能はあるんですけども、日本の LINE の場合あまり写真の投稿とかしてないように思います。そしてこの WeChat なんですけども、スマホで、WeChat Pay という決済ですね、 QR コードで支払いもできるようになっています。まあ日本でいう LINE Pay のようなものですね。ただまあ LINE Pay とか違うところはかなり普及してますので、どんなですね、屋台の小さい店とか個人の商店とか、まあまたは百貨店とか、どんな店でも基本的にこのスマホ決済ができるようになっています。まあ中国ではもう今現金というのはほとんど使わないですね。みんなさんもうスマホ決済でやっています。そしてもう一つ、この WeChat で便利なのはミニプログラムというのがあります。例えば飲食店へ行って、私この間ケンタッキーフライドチキンに行ったんですけども、注文しようとしたら店の人が、あ、もう携帯で注文してくれと、あのレジに並ばないでくれと言われて、あ、確かにそうだなと思って、で私はどうすんのかなと、まあ知ってるんですけども、ケンタッキーフライドチキンのアプリを入れないといけないと。そんなことはなくてですね、この WeChat のミニプログラムというのをまずQR コードを読んで立ち上げます。それはお店に QR コードが貼ってあります。そうするとケンタッキーのメニューがバンと出てきてですね、これとこれとこれを買いたい、で支払いを押すとこの WeChat で支払いもできて、あとはできた食事をですね受け取るだけと、そういうことになってます。ですので、まあいろんなプログラムやアプリを入れなくても、この WeChat 一つでいろんなことができるようになっています。それと、あとこの右に貼ってある写真ですね、これは何かというと、私が住んでいるマンションのこれは鍵ですね。この WeChat の QR で鍵を開けるようになっています。ですので、まあ鍵を持たなくてもですね、物理的なスマホだけで門が開くようになっています。そしてまた、まあこれ自体はもう身分証明書の代わりとなるというふうになっています。まあ、住んでいると、この WeChat、中国に住んでいると必ず、まあ皆さん持っていますし、持っとくべきなんですけども、まあ旅行に、中国に来る人もですね、これを入れておくとですね、まあ現地の中国人と知り合いになった時ですね、WeChat の交換をして、日本へ帰ってからまた交流したりですね、あとまあ私のように現地に住んでいる人ですね、中国に来て誰かと会うときですね、この WeChat があればやり取りが便利になると思います。次に Weibo ですね。これは Twitter のような SNS のサービスです。
私もこの Weibo のアカウント持ってるんですけども、まあ主に何に使うかというと、まあ人との連絡とかはないんですけども、中国のニュースを見たりします。この Weibo とかも Twitter と同じように速報性がかなりありますので、何か事件が起こったり何か出来事が起こったらすぐ Weibo で流れてきますので、これでまあ検索して見てるということです。まあ当然記事の内容は全部中国語なんですけども、まああると便利ですね。そして次に最近流行ってるアプリですね、ディントーク、ディンディンというのがあります。これはアリババによって運営されているまあサービスなんですけども、すいません、ここにツイッターのようなサービスと書いてるんですけど、そうではなくてですね、今書き直しました、 Zoom のようなオンライン会議アプリですね。まあオンライン会議をしたりですね、まあそれ以外にもタスク管理とか、あとまあ営業マンとか会社の社員がどこにいるとか、そういうので、まあ皆さんで仕事のプロジェクトを進めたり、仕事でまあ会議をやったりと、そういうアプリですね。私はまあ仕事では使わないんですけども、誰かとオンライン会議をするときですね、これをよく使ったりしています。最近コロナウイルスの影響でこれを使う中国の会社が一気に増えてきてるみたいです。もう3億人ぐらいの人が使ってるみたいです。そして次にですね、アリペイですね、ジフバオ。これもアリババによって運営されているアプリなんですけども、スマホ決済のアプリですね。ここに WeChat Pay って書いてある、これ違いますね、すいません。間違えただけですね。あのスマホ決済ですね。さっきの WeChat Pay と同じですね、要は。支払いの時にこれを使います。そしてこのアリペイもミニプログラムがあって、飲食店のメニューとかここで立ち上がってですね、すべてできるようになっています。あと日本人、外国人はできないんですけども、このアリペイでですね、理財商品という、まあ、投資信託みたいなものを買ったりですね、あとこのジフーバーの中にお金入れとくと、あの定期預金してるみたいにですね、高い金利がついて、金利を得ることができます。それと、あとこのアリババのアリペイですね、画期的なのがこの信用スコアというのがあって、この右側の写真ですね、634っていうのは、これは私の実際のアリペイのスクリーンショットです。私は信用スコアが634点あるということになっています。このアリババがやっているシェア自転車のハローというのがあるんですけども、これを私よく利用してます。でシェア自転車を借りてですね、きちんと返すとこの信用点数が上がっていきます。まあこの信用点数、高い点数を持ってると、まあホテルとかで泊まった時にですね、中国のホテルの場合必ずクレジットカードとか、あと現金でデポジット預けなさいということを言われます。これは何かというと、まあホテルに泊まってホテルの部屋を荒らしたりですね、ホテルの部屋の備品を持って帰ったりすると、そのデポジットからお金が引かれるというふうになるんですけども、この信用点数が高いとデポジット不要で止まったりできるようになります。あともう一個、このアリペイの中にあるサービスなんですけども、これはまあ新型肺炎の時に出たサービスというか、まあ行政機関が中心になってやってるんですけども、まあ私がですね、この最近2週間ですね、上海にずっと滞在してまして、まあ新型肺炎にかかってないよという証明をするためのアプリです。これもアリペイの中にこの機能が入ってます。あともう一つですね、この便利なのがダージョン現品というサービスですね。これはメイダンという会社、香港に上場している会社が運営しています。これは何かというと、日本で言うと 何になるんですかね。アプリではわからないんですけども、雑誌で言うとホットペッパーみたいなものですね。飲食店とか映画とかホテル、グラッコ施設、美容院、病院、学校の評判とかですね、あとは、まあ、マッサージの店とかですね、まあ、いろんなものをこれで検索できます。そしてその店とかサービスを予約したり、あとここにあるクーポンを使って安く買い物をできたりします。まあ私これよく使うのは、まあ上海でどっか飲食店探すっていう時も使いますし、あと地方へ行った時ですね、自分の住んでない場所へ行った時に、まあホテルで近くで食事する場合、これで店を探したりしますね。あとまあ映画見たい時、これで
映画の予約をですね、もう座席まで指定してチケットを買うことができます。で、まあこの会社もシェア自転車をやってますね。で、もう一つ便利なのがこのシートリップですね。これは本当旅行の時便利ですね。まあシートリップという名前の通り、鉄道とか飛行機、ホテルの予約できるサイトですね。まあ日本で言うと何でしょう、楽天トラベルみたいなもんですかね。これがあれば本当どこでも行けますね。で、その次にアリババがやっているアーラマというサービスですね。これはまあアーラマというのはお腹が空きましたかっていう意味なんですけども、フードデリバリー、まあ日本で言うウーバーイーツとか出前館みたいなサービスですね。で、ほとんどの飲食店の出前がこれでできます。しかも出前する配達料が安いですね。まあ日本円で高くても100円ですね。で、これの便利なところは自分の自宅へデリバリーもできるんですけども、職場だったり、あと出張に行ったホテルの部屋までこれ持ってきてくれるので、私は時々まあどっか旅行に行ったりですね、あと、まあ、出張に行ったりとか、そういう時ですね使えると思っています。あと、まあこの旅行に来る人とか絶対入れてほしいのがこのバイドゥの地図、100度地図というやつでね、これ100度と書いてバイドゥと読むんですけども、これはアメリカに上場している会社なんですけども、ここがやっている地図のアプリですね。中国では、まあ、Google のマップとか、あとは海外のマップですね、ほとんどまあ正確に使えないので、このバイドゥの地図入れておくとまあ一番いいですね。これは絶対おすすめします。まあ今自分がどこにいてどこまで行くと、だいたい車だと何分、歩いて何分、自転車だと何分、あと公共交通機関だとどういう方法で何分かかるというのが表示されます。まあ旅行の時絶対これ必要だと思います。あと同じくバイドゥがやってる検索エンジンのバイドゥですね。これはまあ言えば Google 検索みたいなものです。中国でですね、何か検索したいときはこのバイドゥが一番いいと思います。まあこれ以外にも今新しい検索エンジンが出てるみたいですけども、まあ私はこれ使ってますね。あとはメトロマンというアプリですね。これはまあ上海の地下鉄の乗り換え案内ですね。これも非常に便利です。まあこれ以外にもいろんな乗り換え案内のアプリはあると思うんですけども、私はこのメトロマンというのを使っています。あとまあ同じように交通アプリでは DD というアプリですね。これはまあタクシーの配車アプリですね。タクシー呼ぶときもこれで呼びますね。まあ昔みたいに道に出てですね、手を挙げてタクシー止めるってことはもう今やらないですね。やってもタクシーほとんど止まってくれないので、もうこれで予約してですね、支払いもこれでやってしまいます。まあ、この会社もアリババテンセント、ソフトバンクビジョンファンドが出資しているアプリですね。まだ上場してない会社ですけども、もうユニコーンと呼ばれてて、かなりでかい時価総額があります。で、同じく DHA という配車アプリですね。 DD でタクシーが捕まらないとき、私はこっちのアプリを立ち上げてタクシーを捕まえます。まあほとんど同じサービスですね。ただこれってどういう会社がやってるのかあまりよくわかんないです。ただ信頼性はあると思います。あとシェア自転車ですね。これちょっと情報が古くて、このモバイクっていうのがもうほぼなくなりつつあるように思います。今上海でのシェア自転車はですね、アリババのハローかメイダンという会社のアプリですね。さっきのダージョン天品がやってた、まあこのシェア自転車って本当中国では便利でですね、上海、特に上海とか北京とか都会行くとどこでも自転車が置いてあるので、さっと乗って移動できます。ただこれ旅行の人はこれ多分使うにはちょっと結構ハードル高いですね。アリペイ、さっきのアリペイをクレジットカードでアカウント開けば使えるのかもしれないですけども、住んでないところちょっと使えないかもしれないですね。で、私一回自転車をですね、変なところに返し止めたらこういう警告が来ました。ここは自転車の駐輪禁止区域ですよと。で、アリババのハローの時は警告とともに2、30元罰金も取られましたね。
結構しっかりしてます、そういうところが。であと中国、まあ上海だけじゃなく、まあいろんなところもあると思うんですけども、この左の方はモバイルバッテリーのレンタルです。まあ携帯がないと今中国では本当生活できないんですけども、電池がなくなると非常に困ります。それでこういうのでモバイルバッテリーでですね、貸し出しがそこら中に貸し出しがありますね。あとまあ中国の場合カフェとか飲食店入ると電源というかいろんなところにコンセントが挿すところがあってですね、まあ店の中で結構充電をさせてもらえますね。ただ充電器は自分で持っとかないといけないです。でそれ以外にも地下鉄の駅で時々見るのが傘のレンタルですね。ただ私これ使ったことはないんですけども、こういうのも携帯を使ってできるようになっています。あとまあ粉飾決算で話題になったラッキンコーヒーというカフェですね。これはまあスタバと同じぐらいの店舗数中国であるんですけども、まあアプリで注文してコーヒーを受け取るというカフェですね。ただここのカフェアプリを入れないと現金の決済一切受け付けてくれませんので、ここの会社専用のアプリを入れないといけないということです。で私もアプリあんまり増やしたくないんで、ここのアプリ入れたくないんですけども、まあここのコーヒー飲むにはアプリこのアプリ入れるしかないんで入れて使っています。でコーヒーがですねスタバより正規の値段で2割ぐらい安いですね。まあ日本円で言うと500円、スタバが500円ぐらいとすると、ここはどうでしょう、400円ぐらいなんですけども、まあコーヒー自体は日本より高いです。でですけども2割ぐらい安いけども、実際ですねこのアプリで買うとクーポンとかついてですね、だいたい日本円で100円とか150円ぐらいでコーヒーが飲めるようになっています。まあただここの会社ちょっといつまで続くか分かんないですね。粉飾決算で結構問題になってますし、今ナスダックに上場してるんですけども、おそらく上場廃止になると思います。あと中国の場合ですね、マクドナルドとか行ってもこういうタッチパネルで注文する方式になっています。そして携帯のアリペイとかウィチャットペイで支払いするということです。これ非常にいいですね。まあ順番抜かされて並んでる時ですね、順番抜かされたりするとすごい腹立つんですけども、最近まあ上海ではもうそういうマナー悪い人はほとんどいないですけども、まあ、自分のペースで注文できるからいいですね。なかなかですねマクドナルドのあのレジというか人のとこ並ぶとパッと中国語で言わないといけないので、結構私たち外国人は焦るんですけども、タッチパネルだと自分らのペースで注文できるので、私はもうずっとこのタッチパネルばかり使いますね。であともう一つがアリババがやってるハラマーというスーパーですね。これはまあ本当普通のスーパーなんですけども、ここで買うためにこのアプリを入れます。で店に行って買うためにアプリ入れるっていうのもあるんですけども、もう一つはフードデリバリーですね。30分刻みで時間指定してスーパーから物を持ってきてくれます。そして持ってきてくれるものってのは本当に品質がいいので、私よくこれで買い物します。もう今ほとんど自分でスーパー行って買い物することで減りましたね。ほぼデリバリーですね。あとまあ中国のアプリで言うと YouCoo というアプリですね。これはまあ YouTube のような動画サイトなんですけども、ここで私は時々ですね日本の番組とか見たりしますね。以前は違法の動画だらけだったんですけども、最近はかなり減ってますね。で有料会員になったりして少しお金を払えば映画を見たりもできるようになっています。でこの YouCoo 以外にもですね、アイチーとか、あとビリビリ動画っていうのがあります。ビリビリ動画っていうのはなかなか面白くですね、動画見ながらみんなでコメントを書くという、まあ日本でいうニコニコ動画ですね。あれとほぼ同じサービスになっています。とその他にまあ音楽聴くためのアプリですね、テンセントがやってる QQ 音楽、これは便利ですね。ただこれ日本のアップルミュージックからはこのアプリが今もうダウンロードできないようになってますね。でこの中にはもう本当いろんな音楽があって、以前はもう無料でですねどんな音楽でも世界中の音楽をダウンロードできました。最近はでもこの著作権を違反したようなやつはだいぶ減ってきているように思います。
あとはもう定番の EC のアプリですね。アリババがやっている天猫、タオバオ、アリババと1688アリババというアプリですね。まあ、天猫というのは大手企業が個人に物を売るアプリです。でタオバオは中小企業や個人から個人への物を売るためのアプリですね。で1688アリババというのはこれはまあ工場から、店舗とか商売をやってる人で物を売る卸のアプリですね。ただ卸なんですけど個人でも使えるので、私よくこのアリババ1688アリババで物を買いますね。例えば傘とかですね、折りたたみ傘とか最低3本買わないといけないんですけども、めちゃくちゃ安いので、例えば地下鉄の駅のところで雨降ったらよく傘を売りにおばちゃんが来てるんですけども、ああいうところで買うと1本30円とか元とか40円ですね、5、600円するんですけども、1688アリババで買うと3本でいくらだったかな、100いくらとか、すごい安いですね。こういうので物を買ったりします。で中国の面白いところはこの EC がものすごく発達してるんですけども、皆さんですね、中国の場合大体共働きなので会社の事務所に荷物を送るようにしています。そして会社から家へ物を持って帰るようにしています。でまあこれはもう日本でも伝えられている通り、11月11日はこのアリババがこういうセールを行ってですね、24時間でいくら売るかということで、昨年は2684億人民元売ってますね。でこの11月11日ダブルイレブンの売り上げっていうのは常に右肩上がりで伸びています。でこの中国で、まあ、私たち外国人生活しているんですけども、冒頭でも申し上げた通り、海外のサービス Google とか YouTube とか Facebook、LINE とか、まあ、Kindle ストアもそうなんですけども、ほとんど見ることができません。なのでこの VPN というアプリを入れて、まあ、これは有料だったり無料だったりするんですけども、海外のサイトにアクセスするようにしています。私も今これ YouTube 録画してるんですけども、録画した後 YouTube にこの VPN を使ってアップロードします。まあ中国に住んでる外国人みんなこれ使ってますね。まあ中国人も結構これ使って海外のサイトを見たりしています。だからまあ言えば、まあ政府はいろんな規制をするんですけども、いくらでもまあ抜ける方法っていうのがあります。まあ、これ昔の私の携帯電話のスクリーンショットなんですけども、この中で便利というかいいのはですね、まずこの左側のキクタンっていうアプリですね。これアルクっていう会社がやってるんですけども、単語のアプリで、これは私英語の勉強してる時によく聞いてたんですけども、 TOEIC の単語アプリ、これ非常にいいですね。やっぱり音で聞きながら画面で見ながらやってると頭に入りやすいですね。でこれと同じようなアプリで、この右側の画面の方ですね、上から2番目の HSK 公認 HSK 単語というアプリですね。これはもう中国語の単語を勉強するのにこれいいですね。あともう一つ便利なのがこのピンイン辞書ですね。これピンインというのは中国語の発音記号なんですけども、漢字が分かってもピンインが分からない時ですね、その漢字を貼り付けてここにこのアプリに入れるとどんなピンインかっていうのが出てきます。これ非常に便利ですね。あともう一個、この右側の下の TOEIC のイングリッシュアップグレーターっていうアプリですね。これはまあ TOEIC の勉強のリスニングにですね、非常にいいアプリです。こうやって無料でいろんな TOEIC の長文のリスニングができるので非常に良かったですね。まああと最近ですね、これアプリとは関係ないんですけども、中国ではいろんな交差点ですね、これ上海の交差点なんですけども、信号無視をするとこのように顔写真が撮られるようになります。まあ多分これ将来的には名前まで出たりして罰金まで取られるような感じになるかもしれないですね。まあ IT がものすごく発達している中国なんですけども、まあ便利さと引き換えに、まあ監視されているということがあると思います。ただまあ悪いことしなければですね、防犯カメラとかいっぱいあっても別に問題ないですし、まあ私としては安全に生活できるし、まあ不正の撲滅になったりするので、カメラとかこういう監視というのはそんな悪いことじゃないかなと思います。ただまあ政府がですね、悪い方向に使うと大変なことになるので、そこは
注意しないといけないと思いますけども、私も一度ですねカフェにカバンを忘れて30分ぐらいしてから気づいたんですね。で一緒にいた中国人に、いや私ちょっとカバン忘れたからすぐ取りに行くって言って、一緒に取りに行ってですね、カフェの人に言ったらちゃんと預かってくれててですね、ああよかったよかったって言ったら、一緒にいた中国人はですね、まあそらそうだろうと、あんだけカメラついてるのに撮る人誰もいないよということで、そういうふうに言ってました。まあ確かに中国の場合はいろんなところにカメラがありますし、ホテルに泊まったり新幹線に乗ったりするのに必ず身分証明書を見せてサービスを利用するようになります。ですので、まあ、犯罪者とかですね、なかなか逃亡できないですね。カメラもあるし、ホテル泊まろうと思っても身分証明書ないと泊まれないので、まあ、身動き取れないですね。そういう意味では、まあ、いい面もあると思います。今日は私が使っている便利なアプリをご紹介させていただきました。もし皆さんこんなアプリがあって便利だよっていうのがあれば、コメント欄で教えてください。それではありがとうございました。